はい、どうもこんにちは。眞子さまとね、小室さんの話は相変わらず揉めてるんですけど、揉めてるっていうのかな、決着先が見えない感じなんですけど、小室家とね、そもそも秋篠宮家ってどうなのかなっていう相性ね、まあね、いろんなね、話が、記事はいっぱいあるんですけど、相性をまず見てみようかなと、家族同士というかね。まず、まあ、眞子さまと小室圭さんっていうのは前見たんですけど、ここはね、可もなく不可もなくなんですよ。で、二人とも、小室さんも、眞子さまも、もう自分の意見をこう通そうとするというか、な感じで、あんま冷静な感じでもなく、直感的な感じなので、まあ、それが弁護士で大丈夫なのかっていうところもあるんですけど、熱くなっちゃうともうそこに突っ走るというかね。まあ、そういう感じがあったりとかするような、星ではあるので、似た者同士のところがあったところですかね。あと、じゃ小室さんとお父様の殿下ですね、秋篠宮殿下ですね、なんですけど、実はね、ここはね、まあまあいい相性なんですよ。秋篠宮さんは自体が、すごく冷静な人なんですよね。で、ものすごく保守的で、やっぱ常識人って感じなので、小室さんとかね、眞子さんみたいな、ちょっとね、たまにこう感情でね、動く、突拍子もないことをやってる人に対して、すごく常識を持って接するというところがあるので、そこは抑えてくれるっていう意味で、本来でいけば、すごく話しやすいという人ではある。ただね、秋篠宮さんは、その分、常識人で保守的なんだけど、すごく自分の世界がある方なので、その常識を崩されるのは嫌なんですよ。もうこれだっていう保守的な部分があって、違うよとか、それをやめなさいって言われるのはすごく嫌なので、もう出来上がってる人なので、そこはね、ちょっとね、注意した方がいいのかなと思っております。小室圭さんとお母様ですよね。紀子様ですよね。なるほど。ですね。小室圭さんと紀子様、お母様なんですけど、ここはね、あまり相性が良くないので、話をするんであれば、取り込むんであれば、やっぱり小室圭さんは、お父様をね、取り込んだ方が、秋篠宮様に理解を得た方がいいです。紀子様はね、やっぱ明るい方です。華やかな人、華々しい方です。小室さんと、ちょっと似た部分も持ってる人なので、似た部分があると物事のね、その今の問題になってる部分の解決にはね、走りづらいところがあるので、ここは相談するべき人は紀子様ではないってことですね。ついでに妹の佳子様、妹の佳子様、ついでにね、見ると、ここもあんまりね、実はあんまり良くないです。結構味方になってるようで味方にあまりなってないというか、佳子様はね、案外ね、人見知りですね。自分の本性を出さないですよ。だから、一応コメントは出してるんですけど、本心ではない気がしますね。心の中でどう思ってるのかちょっとわからないですし、まあ、いろいろと自分の中で思ってることはいっぱいあるんでしょうけど、あえて出してないと思います。なんだけど、前のなんか話ではなんか、まあ、好きな人がいるのかとか、お付き合いしてる人が、みたいな話になった時に、そういう話は、今もあの人にも言わないし、今後言うこともありませんみたいなこと言ってるじゃないですか。まあ、それが佳子様を言い表してるというか、信用もできない人に言っても意味がないっていうふうに思ってるという感じですね。で、もっと言うと佳子様はね、信用ができる人っていうのは少ないと思いますよ。多分何人かはいらっしゃると思うんですけど、本当にそれも数えるぐらい、1人か2人ぐらいかなと思うので、眞子様、お姉さんの眞子様とは、かなり、性格は違うかなと思いますね。眞子様の、やっぱりお姉様の方は、あまり人見知りではないですね。やっぱどちらかというと、こう、人とがぐい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 仲良くなれる方ですが、佳子様はそうでもない。見た目はね、ちょっと派手に見えるんですけど、結構保守的ですよ。仲良くなるには時間がかかる感じだと思います。お姉さんの眞子様は小室圭さんとビビビっていう感じで付き合ったりとかって、で、今後先考えずに気持ちの方が先走ってるっていう見方されるじゃないですか。佳子様に関してはそういう感じにはならないですね。何が自分にとってメリットなのかとか、どうやったら自分にとって、利益になるのかとか、まあ、そこを冷静に考えてから
恋愛についても感情が先走るっていう雰囲気にはならないので、そこはちょっと安心できるかなと思う。じゃあお母さんですね、小室さんのお母さん、秋篠宮様ですね。小室さんのお母さんと秋篠宮様、まあこれあのね、小室佳代さんと秋篠宮様の相性も実はね、まあいいんですよ。なんか紀子様と小室佳代さんって年一緒なんですよね。僕調べてみてびっくりしたんですけど、全然老けてると思うんですけどね、小室お母さんがね、佳代さんが。なんですかね、やっぱ人生が顔に出るんですかね。紀子様はね、すごく穏やかなね、お綺麗な感じなんですけど、小室佳代さんはね、何かしらこうちょっと、なんだろうな、ちょっとね、いろんな人生を背負ったような顔してますけどね。まあただ、秋篠宮様とは話はね、できるというか、まあさっきも言った通りの話なんですけど、秋篠宮様はいろんな人の話を聞けるんですよ、常識人なので。本当にこれもそうなんですけど、小室圭さんと一緒で、まあ、感情がね、自分がこういいと思ったら、いいと思ったらもうそればっかやっちゃうというかね、人なので。あとね、やっぱね、男に頼るというか、まあ男から、男の人もね、なんかね、尽くしちゃうんでしょうね。そういう風な星はあるっちゃあるんですよ。ね、この持ってる星っていうのはキャバ嬢とかにも結構多い星なので、下手すると、貢がれるっていうことも全然苦には思わないというか、貢がれて当然みたいな感じの、自分で働くよりは貢いでもらって、私はいい生活をしますよっていうような星ではあるっていうところもあるんですよね。まあだから、小室佳代さんってああいう感じにはなってるのかなと思うんだけど、ただその秋篠宮様といいというのはやっぱり秋篠宮様は常識人なので、そういうのは違うよってこう言える人なんですよね。だから話をまず通すのは秋篠宮様にいかに説得、納得してもらって、秋篠宮様が納得さえすれば、納めに、いろんなことを納めにかけてかかってくれるんだなと思ってますけど、ね、だから何があっても秋篠宮様だと思います。じゃあ小室佳代さんと、眞子様の嫁衆との相性なんですけど、これはね、良くないんですよ。結婚した後はね、関係性があんま良くならないと思いますね。両方ともね、我が道を行くというか、かもしれないけど、眞子様やっぱ頑固なんですよ。でもこれだと思ったらもうそこに突き進む人で、折れないでしょうね。で、まあ、育ちも育ちなので折れないと言います。いろんなことで。で、小室佳代さんに関しては、もう自分が全てなので、あまり人のこと考えないですね。自分が全てなので、まあ、だからそこでね、お互いに折れない人と自分のことだけ考える人なので、嫁仕事になったら結構全然合わない感じの人かなと思って。でね、まあ、ついでに佳子様なんですけど、佳子様とは普通です。まずそもそも佳子様関わんないようにすると思いますね。佳子様自体が、こう、小室佳代さんに惹かれるかって言ったら、魅力感じてるかって言ったら、無だと思います。嫌いでもなければ好きでもない。無ですね。できれば自分には飛び火しないように関わんないでくれっていう感じに思ってるんじゃないかなと。この星だったらね、そうなるんじゃないかなと思います。まあそんな感じですかね、今回は。小室家と秋篠宮家の、それぞれの相性をね、ちょっと見てみたって感じですかね。そんな感じです。ではでは。